皆さんこんにちは。私はリアルな 3D の世界を再現するコンピューターグラフィックス技術の開発エンジニアです。私はソニーのプロダクトやサービスを支えるクラウド技術の開発をしています。これから紹介するマップレイという技術は、地形や天気、都市データなど地球上のデータを活用し、現実とウリ2つの世界、つまりデジタルツインを美しく再現することができます。ご覧いただいているのはマップレイを使いバーチャル空間上に再現した東京の様子です。都市の外観や太陽の動きなどの自然事象を、種類の異なる様々なオープンデータを組み合わせてバーチャル上で再現しています。デジタルツイン、メタバースといった概念は、自動車、都市開発などの産業分野だけでなく、映画やゲームなどのエンターテインメントまで幅広く活用され始めています。その背景には、高画質高精度のイメージセンサーはもちろん、物理的な動きや温度、その他のデータを数値で得られるセンサーの進化により、現実世界を高解像度で読み取れるようになったことがあります。そして読み取ったデータとオープンデータ、AI を活用し、3D の仮想世界をよりリアルに美しく表現できるようになってきています。一方で、デジタルツイン、メタバースといったバーチャルの世界を再現する際、その規模が大きくなるほどデータが重くなります。また、地理空間座標などの複雑なデータを扱うため、開発のハードルが高くなるなどの課題もあります。それらを解決し、デジタルツインを今よりも自由かつ簡単に構築しやすくするのがマップレイです。技術ポイントは2つあります。複雑なリアルデータをバーチャル 3D 空間上で簡単に扱える技術、そして大規模 3D データを違和感なく高速高画質に再現できる技術です。1つ目についてです。バーチャル 3D 空間を構築する際、さまざまな大規模な 3D データを扱う必要があります。そのすべてを理解し構築するのは複雑かつ煩雑です。マップレイではこれらのオープンデータをクラウド上で管理し、静的にも動的にもバーチャル 3D 空間上で自在に組み合わせることを可能にしています。いわば地球そのものをデジタル化しているのです。次に、表現豊かにバーチャル空間を構築するのに欠かせない大規模 3D データを違和感なく高速高画質に再現する技術についてです。 3D の地図を想像してみてください。手前側のオブジェクトは比較的精密に描かれていても、奥に行くにつれて描写が曖昧だったりグレーになっていることがあります。またバーチャル内で視点を上から下へと大きく動かすと、滑らかに空間が描かれないこともあります。マップレイでは視点に近い場所から遠い場所まで画面内で再現できる最適な解像度のデータを生成描写することで、画面全体をクリアに表現します。また視点の動きに合わせて最適な解像度のデータをダウンロードしながら描写を更新するため、視点の移動が伴う表現も滑らかです。このような美しい描写と滑らかな動きの再現を可能にしているのは、マップレイクラウドでの 3D データ生成配信技術と、ウェブブラウザ上で動作するリアルタイムレンダリング技術です。現実世界をバーチャル空間にリアルに再現するマップレイの技術は、人工衛星から地球などの写真や動画を撮影できるスタースフィアプロジェクトでも活用されています。衛星からの撮影には事前に軌道と時間の予約が必要になりますが、スタースフィアプロジェクトではマップレイで再現した地球を用いながら、衛星の軌道、光や星座の位置などを綿密にシミュレーションし、撮影する写真や動画の内容を事前に確認できます。このシミュレーションに採用されている技術は、その他社内でも様々な活用が検討されていますが、皆さんでも試すことが可能です。グラフィックスライブラリーはオープンソースとして、データを貯めるクラウドはベータサービスとして公開中です。開発者の皆さんが豊かな想像力と発想を発揮し、
バーチャル空間で美しい世界を作れるよう、マップレイの技術をさらに進化させていきます。ありがとうございました。